今回は静岡県掛川市の心霊スポット風吹きトンネルに行ってきました。風吹きトンネルは平成11年に振動開通に伴い廃トンネルとなった場所です。ネットで調べると現在は廃トンネルとなっていて、フェンスがあるもののトンネル内に入れるとのことだったので行ってみたいと思います。トンネルへ行くために曲がる脇道は街灯もあまりない場所にあるので、気をつけないと通り過ぎてしまうので行かれる際は気をつけてください。トンネルへの道中は道の両脇がほぼ垂直の岩に囲まれていて、石とか落ちてきたら逃げ場がないなぁと感じました。草木も生い茂っていて、肝試し等であまり訪れる人がいない場所なのかもしれません。コンクリートを突き破って草木が生えてくるのを見ると、自然の生命力は本当にすごいですよね。もう十何年も前に使われなくなった風吹きトンネル。風吹き隧道は静岡県掛川市にある廃隧道です。県道249号線掛川大東大塚線旧道に位置しています。もともとは地域の住人青野宇吉が東都海の国報徳社の岡田良一郎社長に資金支援を受け、1902年に3本の隧道を完成させます。隧道はその後1931年と1957年に改修されたようです。1957年の改修の際に風吹き隧道と第二風吹き隧道になったらしく、現存する二隧道の間の切り通しはかつては隧道であったらしいです。2009年に振動開通により役目を終えます。風吹きトンネルで噂される心霊現象。1、トンネル内で女性の霊が現れる。2、トンネル内で違和感を感じる。3、誰もいないのに人の気配を感じる。風吹きトンネルで噂される心霊現象は基本的にトンネル内で感じる心霊現象のようでした。ネットで調べたんですけれども、東側に位置する風吹き隧道はフェンスにより封鎖されているとのことでした。どっちが東からかわからなかったんですけれども、西側はフェンスがないのでしょうか。風吹きトンネルの入り口は全体がフェンスで覆われて、いかにも入るなって感じがしますよね。トンネルの中に入ることはできませんでした。扉の鍵が開いているとのことだったのですが、私が行った時には南京錠で施錠していて中に入ることができませんでした。トンネルの向こう側から車の音みたいなのが聞こえてきた気がしたので、反対側が道路に近くにあるのかもしれませんね。トンネル近くには風吹きトンネル由来の書かれた石碑があるようなんですが、見つけられなかったので反対側にあるのかもしれません。サイトとか反対側も探してみようと思ったんですけれども、周りは街灯がなく真っ暗だったので、やっぱり昼間に一度下見をしてみないとちょっと石碑のある場所を見つけるのは難しいのかなと感じたので断念しました。ここに人いたのかな。向こうからトンネルの向こうから車の音が。でも車の音聞こえるのに、なんでなんだろう。だって電気消すと誰もいねえもんな。
動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。